はい、ということで2023年シリーズ2スピリーグ監督ガチャが登場しまして、オリックスから後藤光孝選手登場しました。後藤選手弾道中弾道でミートが B の77、パワーが B の74、走力が C の68、称号でですね、走力 B であったりミート A が狙える位置にあります。ポジションはですね、セカンドがメイン適性でショートやサードも守れるんですけれども、まあ守らすならセカンド一択かなっていうところです。守備は積極なので魅力的です。で、特殊能力がちょっと残念でして、片目打ち20丸、走塁回プルヒッターということでですね、1打席目で登場するのはこのプルヒッターのみになってますね。で、2打席目以降に、まあ、片目打ちが出るか出ないかっていうところなんですけれども、特能の組み合わせとしてはかなり厳しくなってます。はい、ということで、セカンドでそこそこ打撃ステータスの高い後藤選手なんですけれども、個人的には無理しなくていいかなと思います。ランク戦とかだったらもっと守備適性の高い選手をセカンドに置いて代打を送って、まあ、その裏で守らせるみたいな起用になるかなと思います。